あなたはたくさんの場所に行って、たくさんの景色を見たことがあるかもしれませんが、いつもあなたの目の届かないところがあります。ロケットが点火された瞬間にどんな壮絶だか、決して見ることができません。世界のある地域では、湖でさえも愛に満ちていることを知ることはない。アフリカの最も原始的で純粋な姿を感じることはありません。しかし、ドローンはそれをすることができます。このビデオでは、ドローンが撮影した最も珍しい銃の映像を紹介します。新しい視聴者の方は、エキサイティングな動画を見逃さないように、チャンネル登録を歓迎します。トップ10、釣り祭り。毎年2月から3月にかけて、収穫後にナイジェリア北部のリマ川が最低水位に達すると、アルグングの数千人のカバワ族が伝統的な漁具を持って川に集まります。号砲が鳴る瞬間を待って、みんなで水に飛び込み、最大の魚を捕まえようと全力を尽くします。なぜなら、勝者は最大7500ドルを受け取ることができるからです。1934年、ソコトカリフ国とケビ王国の間の数百年にわたる敵対関係の終結を記念して、ナイジェリアのケビ州で国民的行事であるアルグングフィッシングフェスティバルが開催されました。それ以来、地域のカーラリー、ポロトーナメント、その他のイベントと組み合わせて、国際的なイベントに成長しました。毎年、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカ、その他の大陸から多くの人々がこの祭りを見るためにアルグングに集まります。2020年3月、2万人の漁師がアルグング釣りフェスティバルで最大の魚の賞品を求めて競い合った。結局、アブバカールヤウが78キロの魚を釣り上げて勝利した。トップ9、ロケット発射実験。ロケット打ち上げの報道はよく目にするかもしれませんが、点火の瞬間の壮絶な光景を間近で見たことはありません。2023年8月6日、スペース X 社はテキサス州南部の発射場で宇宙船ブースター級の試験打ち上げ中に33機のエンジンに点火しようとした。これは、同社が史上最強のロケットを初めて、静的点火テストしたことを意味する。炎が底部で激しく燃え上がると、濃い煙が湧き出し続け、すぐにブースター全体を包みました。トップ8、人の塔。エジプトのピラミッドやパリのエッフェル塔は見たことがあるかもしれないが、人を積み重ねて作る高さ12メートルの塔は見たことがないだろう。18世紀末から2年に一度、スペインのタラゴナでは人の塔建設競争が開催されている。スペインの優秀な追記家チームが集まり、複雑さと高さの点で最高の建造物を作ることを競うのだ。老若男女が手をつなぎ、互いの肩の上に立って登り合う。闘技場の中央では、1階、2階、さらには8階、9階と、色とりどりの塔がどんどん高くなっていくのを見て、緊張して息を止めていることだろう。トップ7、雲天綿。雲天綿は中国湖南省張家界にあるガラスの橋で、峡谷の両側の峰に建設され、メインスパンは430メートル。橋床は長さ375メートル、幅6メートルで、99枚の透明なガラスでできています。橋のデッキから谷底までの落差は300メートルにも及び、まさに雲に突き刺さると言っても過言ではありません。雲と霧に囲まれ、数百メートル空中に吊るされた透明な橋の上を歩いていると想像してみてください。雲の上を歩いているような錯覚に陥りますか？もちろん、この感覚は大胆な人に限られるかもしれない。心の弱い人にとっては、橋の上に立つだけでもかなりの勇気がいるかもしれませんし、美しい環境を気軽に楽しむことは愚か、橋の上を直立して歩くことすら不可能です。
トップ6、車のない村。ベニスでもアムステルダムでもない、オランダのイッセル県にあるユニークな村、ギートホルン。迷路のような運河やかやぶき屋根の古い農家がその長い歴史を物語っているようです。13世紀に、ここに定住した農民のグループが、1170年の洪水で死んだものと思われる野生のヤギの群れの角を偶然発見しました。それで村は、イの角と名付けられた。そして洪水の地何世紀にもわたって、水は村の歴史と景観を定義し続けました。町の周りに湖が現れ、泥炭を運ぶために溝や運河が掘られました。ギートホルンは徐々に十字に交差する運河に囲まれ、180の木製アーチ橋で結ばれていきました。ここには車専用レーンはなく、自転車道か徒歩道のみを通行できます。もちろん村の多くの家には道路からアクセスできないため、多くの場合水路に頼ることになります。もちろん晴れた午後に狭い水路を船に乗り、趣のある橋を渡り、快適なかやぶきの家々を通り過ぎるのも素晴らしい楽しみです。トップ5、愛の湖。その名前のように、愛の湖は非常にロマンチックな方法で偏在する愛を示しています。2018年、ドバイのクドラのなだらかな人工砂漠に神秘的な湖が現れました。空から見ると2つの心が密接に絡み合っているように見えます。湖は水をたたえ、太陽の光が当たると黄金色の砂漠に隠れたエメラルドのように見え、時折まばゆい光を放ちます。湖は色とりどりの花、低木、1万6000種類以上の木々が生い茂り、植生で綴られた印象的なラブも特徴的です。もちろん湖全体の面積は55万平方メートル以上あり、その全貌は高地から見下ろさないとはっきりと見ることができません。しかしエリア全体の隅々から愛の湖のロマンチックな雰囲気を感じることができます。ここの土地は隅々まで愛に捧げられており、湖の中央にある噴水から木々に吊るされた装飾、エリア内のランドマークに至るまで、至るところに愛を象徴するハートがあります。2018年のオープン以来、ドバイの愛の湖はロマンチックな心を持つ全ての人にとってたまらなく魅力的な場所となっている。トップ4、砂漠の洪水。全ての洪水が人々に災害をもたらすわけではありません。おそらく砂漠にとって時折起こる激流は神からの贈り物なのかもしれません。一年中乾燥していた大地に豊富な雨水が流れ込むのを見ていると、周囲の低い草木が息を吹き返したかのようです。砂漠にすっかり適応したラクダも雨に濡れた砂の上を歩くと生き生きとしてきます。トップ3、ウチヒサール城。城としてトルコのカッパドキアにあるウチヒサール城は見にくい場合があります。急ごしらえで掘られた大きな岩のようだ。華麗な調度品や貴重な骨董品はなく、荘厳な建築物もない。石造りの壁や床でさえむき出しで、見るべきものはあまりない。しかし実は岩にびっしりと開いた穴を見ればわかるように、ウチヒサール城は時の試練に耐えた天然の要塞なのだ。数百万年前の火山噴火で形成され、歴史を通じて様々な用途に使われてきた。戦争中の避難所として、また周辺地域を監視する見張り台として使われてきた。西暦7世紀、ビザンチン帝国は敵から身を守るためにこの巨大な岩の塊の中に縦横に洞窟を切り開いたと言われている。城は谷から丘の頂上まで7つの層があり、岩肌に切り開かれたトンネルや階段で結ばれている。
人々はここに住み、この城を中心に村を発展させた。しかし、現在はもう人が住んでいない。しかし、私たちは今でも一番高い場所に立ち、おとぎ話に出てくるような煙突や、可愛らしい古い石造りの家々、活気に満ちた鳩の谷を眺めることができる。トップ2、火山での生贄。2023年6月、数千人のヒンズー教信者がインドネシアのブロモ山の頂上を目指して行進した。彼らは、何世紀も続く宗教儀式である宿ニャカサダ祭りに参加するためだけに、果物、野菜、花を背負い、ヤギ、鳥、その他の家畜を背負って歩く人もいます。山の頂上に到達した後、先祖やヒンドゥー教の神々を喜ばせ、幸運をもたらすことを願って、家畜やその他の供え物を火口に投げ入れる。このような行事は、丸1ヶ月間続く。伝説によると、この祭りの起源は15世紀にまで遡ります。当時、ジャワ島のヒンドゥー教王国マジャパヒトの王女と夫は長年結婚しており、子供がいなかった。そこで彼らは、女神に助けを求めた。思いがけず、彼らは本当に答えられ、神々は25人の子供を授かることを約束した。しかしその代償は、末っ子を犠牲にしてブロモ山に投げ込むことだった。末っ子は結局、テンガー族の繁栄を保証するために自ら進んで火山に飛び込んだ。それ以来、この生贄の伝統は今日まで続いている。犠牲となるのは、もはや生きている人間ではなく、収穫物や家畜だけである。トップ1、ヌーの大移動。動物の大移動について考えるとき、最初に思い浮かぶのはケニアかもしれません。しかし実際には、多くの旅行者はケニアよりもタンザニアを好むようです。マラ川がケニアとタンザニアを隔てており、一方にはケニアのマサイマラサバンナがあり、もう一方には10倍の大きさのタンザニアのセレンゲティサバンナがあります。毎年7月から9月にかけて、数百万頭のヌーがマラ川を渡る壮大マトな場面がここで上演され、大移動の最も明るく最もエキサイティングなショーであります。ケニアで発展した大衆観光とは異なり、タンザニア政府は生態系を保護するために観光客の数を厳しく制限し、動物の行動を妨げる人間の活動をすべて拒否している。したがって、タンザニアでは、野生アフリカの最も原始的で純粋な姿を見ることができます。以上がこの動画の全内容です。このビデオが気に入ったら、コメントしてチャンネル登録することを忘れないでください。見てくれてありがとう。